さあこんにちは、はい、さあ豊さん、前回予告した通り、約束通りだ、約束通りです。そうです、君と約束するからみたいな。何ですかそれ。いや君をね、うん、何々コーチに、あ、まさに、ね、はい、私がちゃんと君を守るからみたいな、うん、今そういうのが裏で行われてるんでしょうね。ほらほうよほらほうよ、そうです。まあでもお母さんがそんな言葉を使うかどうかわからないけどね。はい、さあ今日はですね、はい、岡田さんが、まあ、内定したということで、はい、阪神の監督に来シーズン、はい、じゃあ入閣組閣どうなってくるんだということを大胆予想します、うん、はい。で今もうすでに名前が挙がってるのが、まずはヘッドコーチ平田。そうです、内定しそうというか、いやもう今二軍監督やってるしさ、はい、まあ阪神から動いたことがない男だし、はい、平田勝雄、ね、野村さんの時に来たのか、あ、阪神に、はい、だからいろんな監督に仕えてきてるし、うん、平田は2番手で置いとくともう最適な男だと思う。それはどう、何してるの。何も言わない、何も言わない。いやそれは助言はいろいろしたりとかするだろうけども、うん、不快なことをしない、うん、上に対して、はい、俺は不快だらけだったと思うけど、なんかそうそう、やり合ってて何ですかどうのこうのででも平田はそういうことをこうグッと抑えてね、しもべとなってやってくれる男、うん、しかももうね二軍のことも頭に入ってますし、まあもちろんね、上げる上げないなんかなった時もってことですね。あとは、まあ、平田は一個下だけど、はい、明るい。へえ、そうなんですね。偉そうにはするけどね下に対して、あ、上に対してはしないですよね。絶対しない。それはね鍛えられてる。そうなんですね。明治大学なんだよ。え、あ、星野さんがユニフォーム来た時に鍛えられてるから、あ、じゃあもうだからもう出る杭は打たれるっていうのはよく知ってる男だよ。なるほど。ただ下にはグイグイ釘は打っていくんだ。だからこの下にいるコーチたちは大変でしょうか。まあ大変だし選手は大変だと思う。そうですね。でもそのぐらいのパンチの効いたヘッドコーチじゃないとダメだしね。まあそうですね、うん、だから岡田監督に対しては忠誠心を誓える、うん、そういう男だから、うん、多分岡田さんがストレスを感じることはないと思う、うん、ノーとは言わないってことですね。助言はあったとしても、わかりましたやっときますと。非常にいい右腕。辛いんだよ豊さんとか言ってよくあの野村監督の時言ってたけどストレス溜まりそう。いやもうこっちは森さん、はい、こっちは野村さん、もう大変なんですよって。いやうちもだみたいな。お互いに言ってたんですね。まあね、はい、でもいい男だよ勝雄ちゃん。これも日米野球で一緒に来てるから日本に。あ、豊さん、俺が4年の時3年で、もういた豊さん世代が、いいね、まだ生きてるな野球界で。いや選手見てるとさ、もう世代交代は確実に始まったっていうような、はい、そんな感じがしたんだけど、うん、やっぱこういう監督人事ヘッドコーチの人事、はい、これ見ると、うん、まだまだ捨てたもんじゃないじゃないかみたいな。いやそうですね、なあいいね、あのね若手とのまた融合が楽しみですけれども、ね、はいはい、さらに打撃コーチもこの方じゃないかというのが今言われています、はい、まあ、水口ね、はい、近鉄出身者で、まあ、オリックスが統合になって、うん、まあ、それで岡田監督がオリックス時代の監督をやった時にバッティングコーチをその時やってたというね、うん、まあ、バッティング の理論とかも非常に長けてる、うん、で水口ってあの松山商業なんだよね多分。あ、はい、で甲子園でバカバカ打った人なんだよ、へ、うん、右バッターでね、はい、水口も早稲田だったかな。あ、じゃあだから岡田さんの後輩になるんです、はい、これも下目だよ。やりやすいですね。いやもうお金が下がったら大変なことになるから。そうですね、ここでやっぱ固めてきますね。いやそうで固まったといえば、はい、二軍の監督もどうやら固まったようです。和田豊、はい、ね、はい、大丈夫かな。何を心配してます。いやまあまあ大丈夫やろうな。いろんな方面で なんか和田をね、はい、見ないんだよ監督辞めてから。あの関西の方では活動してたのかね。解説とかテレビとかで、ね、されてたんですかね。あの争動以来ですけど、うん、でも和田も、はい、なんていうの、まあ、我々世代っていうかね、うん、まあ、そういうので上の監督も経験してるし、はい、うん、若手の気持ちも多分分かると思うよいろんな意味で、うん、ただその一軍の監督をされてた方が今度二軍の監督に戻ってくるっていうのは特別あれでもないんですか。まあそれは本人のプライドだけども、うん、もうプライドも一回ズタズタになってるから大丈夫だと思うよ、はい、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。和田はやっぱこうしつこいというかさ、うん、我慢するというか、はい、そういうことができる人間だから、
若手を育てるっていうのは根気がいるしさ、はい、それとやっぱ守備が確かな人間だったから、うん、だから2軍の時からやっぱそういうことは徹底して教えて上に上げてこいっていうことなんじゃないの、メッセージ的には。その岡田監督やっぱ守備重視、やっぱりね、岡田監督も守備が上手い人だったし、はい、和田も上手い人だったから同じセカンドだよ、はい、岡田さんの次は和田だからセカンドは、あ、そうなんですね、うん、だからやっぱり守備は確かな人だったんだよ、はい、だからそういうことをもうしっかり下で教えてこいという、うん、はい、まあ、そういうことだというふうに思うよ、うん、頼むなっていうような感じだと思う、うん、まあ、例えば俺が阪神の組閣に加わったとしたら、うん、和田なんかは二軍監督で、あ、下からしっかりしたね、基本から一から教えてもらったらいいなっていうふうには考える、和田は。やっぱりそう、あ、そうそうそう、これバッティングもね、右打ちっていうのが長けてる人だったんだよね、うん、で土地を買ってるんじゃないかっていうぐらいそこに落とすわけよ、やっぱそのぐらい、まあ、上手かったんだけどパワー不足でさ、はい、まあ、バッティングに魅力は俺は感じてなかったんだけど、うん、やっぱ守備とかそういうことに関してはやっぱ上手い人だったからいい人事だよね、そうですね、と俺は思うけどね、うん、はい、やっぱりこの岡田さんが何をしたいかっていうのがこの人事で見えてきますね、ほらほうよ、ほらほらほうよ、でここからは一応今紙面で名前が挙がってる方々なんですけれども、はいはいはい、バッテリーコーチ、これが島田、はい、これはね人間的にいいよ、うん、どんな方、なんか人懐っこいというかさ、うん、人として接することにストレスがないというか、うん、あのそういう人間、今まではコーチだったりとか、いやちょっとやったんじゃないか、これお母さんの時やってんじゃないかな、あ、じゃあ一緒に、うん、キャッチャーとしてもすごく頭のいいキャッチャーでね、はい、でやっぱ関西出身者だし、じゃあそこはやっぱ、うん、だから島田なんかもいいと思うよ、年齢的には、うん、間違いなくお母さんには絶対逆らえない男だ、もうみんなそうもう絶対そうだよ、え、年代的には豊さんとちょっと下だな、うん、誰世代になるんですか、あ、6、7歳ぐらい下じゃないかな、石井和久とか、ああいう年代だと思う、あ、本当ですか、そうそう、立浪とか、あ、立浪さん、まあ、ああいう、え、60歳だって石井さんとも違います、ね、なんかすごい若い感じがしたんだよね、まあ一緒にやってるしね、弟だったんですよ、兄弟がいたんです、そうそう、あ、それ兄弟、弟はピッチャーなんです、あ、そうなんですね、そうそうそう、でお兄さんがキャッチャー、そうそうそう、うん、じゃあこの島田さんで、ピッチングコーチは安藤、はい、そして久保田、この2名の名前プラス、まあ、ここら辺はさ、お母さんが使って、うん、そうです ね育てて、はい、もう教え子だもん、そうですよね、まあ、これはお前お母さんに逆らえない、そうです、ね、当たり前だよお前、でもそこにピッチャー変えるぞって、えって言ったらお前なんつった、怖い怖い、言えない、えって言えない、もうそうですよね、きちっとやってないとという感じですけど、あと藤川球児さんの名前も上がっていて、ご本人は断ったな、断ったというか、あの一応、いやまだ何も僕言ってないですよっていうのは、何も言ってないっていうか来てないっていうことですよ、はい、一応名前は上がってます、まあ、市民で、そうだね、うん、まあでも安藤久保田っていうのが名前が上がってるんだったら、はい、藤川着ないんじゃないの、着ないですかね、うん、まあタイプ的には着るタイプじゃないよね、うん、ある程度上の方からやりたいっていうふうに思うのか、はい、それとも俺は下に行ってしっかりしたものを教えて、うん、一緒に上がりたいって考えてるかもかね、藤川の考えはね、うん、そうか、となると、うん、安藤さん、久保田さんあたりがコーチとしてなんじゃないか、はいはい、まあ、JFK みたいなのを岡田さんまたなんか作りたい、いや作る作る、絶対作る、まあ作れるメンバーがいるしさ、いますよね、うん、豊さん的 JFK って今だと誰になるんですか、789湯浅投手とかですか、湯浅とか浜地とか、だから抑えをもう固定にしなきゃいけないよね、はい、岩崎とか、うん、そういうのを使ったりだとか、うん、ケラーを使ったりだとか、うん、いろいろしてたけど、はい、やっぱ後ろこの3枚をきっちり決めると思う、うん、お母さんはね、うん、で決めれる人間もたくさんいるしさ、はい、だからそこら辺は岡田監督は、まあ、そんなに神経質にはなってないと思う、うん、神経質になってるのはやっぱり守備だよね、あ、そこですね、うんうん、そっか、でもそのピッチングコーチの2人はちょっとお若い感じにはなりますね、いや若いって言ったって、まあ、いい年だと思う、本当ですか、うん、まあ、なんかほら水口さんであったりとか平田さんとか、まあまあそれは偉い年取ってるよね、うん、あのいいんじゃないのそこは、うんうん、ノックバット杖代わりにっていやいや本当、まあ、平田なんか体若いよ多分な、はい、二軍監督ずっとやってたりとかしてるから、はいはい、そして
今岡さんと鳥谷さんの名前も上がってます、はいはい、どうなりそうですか。まあ、今岡鳥谷っていうのは次期監督候補だよね、はい、多分派遣争いを中でさせると面白いね。おで鳥谷はね言っとくけど絶対来た方がいい。あ、ユニフォーム絶対来た方がいい。それはそれは岡田さんの後輩だし、はい、岡田さんの下でやったら絶対勉強になるから。その鳥谷選手と岡田さんの関係性っていうのはなんもう指定コンビだよね。岡田監督が、はいね、鳥谷がドラフト1で入ってきた、うん、その時に藤本がショート守ってた、うん、はい、それをどけさせて鳥谷に与えたんだ。あ、そうなんですね、うん、その代わり結果出せよということ。そしたらお前休まない休まない、はい、練習するする、うん、だから総合コーチというような感じで鳥谷は岡田監督の下で、はい、まあ、例えば岡田監督、平田ヘッド、うん、まあ、鳥谷総合コーチっていうような形で、うん、俺は鳥谷にアドバイスするんだったら絶対来た方がいい。ああ、そうなんですね、うん、そしたら監督の道もある。鳥谷さんが、うん、これね、はい、今岡、鳥谷、藤川、うん、この覇権争いだから次の世代は、うん、そしたら一歩先んじるにはここで絶対来といた方がいい。鳥谷いろんな思惑があるんですね、うん、それでね今ねやめて、いやまだちょっとゆっくりしたいですよって、うん、してたら席は取られる。間違いなく動き出す人がそこの椅子の争いですね、うん、絶対に岡田監督はやっぱこうまな弟子だし、はい、同じ大学だし、うん、ね、水口もいるし、はい、絶対声はかけると思うんだよ鳥谷に。もうかかってるでしょうね、うん、かかってる。だから沖縄行ってる場合じゃないんだよ。そうなんですか、うん、空港で会ったんだよ。あ、向こうでポンポン言って、うん、おお、どこ行くんだよって沖縄ですって。いや、少年野球をね、あ、教えに行ってるんですね、うん、それ行ってたんだけど、はい、もうそういう活動もいいけど、うん、ね、あの阪神に帰って、ね、うん、尽力しなさいとっていうことですね。いや、俺は鳥谷のやっぱ監督っていう姿も見てみたいしね。うん、うん、今岡さんの立ち位置としてはじゃあ、だから今岡も監督の候補なんだよ。だからこの2人で争うようになったらすごく面白いという。同じ内野手でね、で右と左でっていうことですよね。あと名前が上がってこないのがその例えば守備、走塁。いや、守備はもう鳥谷が切れば総合コーチで、平田も教えられるしさ。お、同じショートでね、はい、あとは名前がこれから上がってきそうなポジションのコーチっていうのは、まあ、走塁コーチかな。吉彦さん行ったらいいんじゃないか。え、吉彦さん、高橋吉彦さん、うん、YouTube もこうやって持って、ちょっと待って待って、YouTube 持ってもっと持ってまあもうこれね、まあ携帯で撮れちゃいますけど、うん、吉彦さんの走塁の考え方、技術っていうのは確かだから、はい、これはね、多分岡田さんも認めてるはずなんだよ。で、岡田さんと同級生なんだよ。またジジイが入るかそれはいいんですよ、いいんですけど、でもずっとカープの方じゃないですか、吉井。そんな関係ないよ。阪神側も OK するのかなっていう、球団側が。え、一回阪神のユニフォーム着てないのか、吉井さん。あ、着てる。で、ロッテのユニフォーム着てるし、オリックス。あ、だから広島の人だって言うけど、そうなん、ね、あの人は北海道の人だし東京の人だよ、お前じゃあもう別にどこでもいい。だってカープにはもうあれだけ実績は残したけど喧嘩しに行ってるもんだから。そっか、そう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 。じゃあ別に関係ない。お前ジンギスカン屋はお前大森にあるし、もうね、ひちゃかめちゃかひちゃかめちゃかなんだよ。で、福島にもあるし、手広くやってますね。だからもう阪神大阪に行くのなんか簡単なことなんだよ。そうですね、うん、あ、じゃあだから吉彦さんは本当にね、あの教えるからしっかり、うん、それとロッテの西岡を、はいはい、走塁で育てたのは吉彦さんだから。あ、そうなんですか。間違いなくワンランク上に行く走塁が。そうなったら阪神のあれだけ走れる人間がいる中で、はい、ワンランク上がってみ、どれだけ武器が増えるか。強くなりますね。ああ、岡田さん聞いてますか。吉彦さん、まあまあ多分頭の中にはあると思う。あるんですか。ただじじいだからね、みんなの集まりが平均年齢がちょっと上がりますけどね。そうそう、もう選手がキョトンとして、このおじいちゃんたちは誰だろう、誰だろう、なったら困る。もしじゃあ若手で走塁コーチってなってくると誰の名前が上がるんですかね。まあ赤星さん。ただ赤星は切るかどうかっていうね、うん、まあそうですね。そう、岡田監督の時っていうよりも野村監督、星野監督の時だもんね、はい、赤星は、うん、どうなんやろな。まあその兼ね合いもあります。いや、でも教えることと責任の取れる人間って言ったら
俺走塁コーチは吉子さんしかいないと思う。これもしかしてもう吉子さんに話はちょこっと言ってる可能性も。電話してみようかな後で。あ、すみません。岡田監督と三者会議しようかな。なんで豊さんがそこに入って。でもしね豊さんもここに呼ばれたら行けます？行かないな。なんでですか？またジジイをもうジジイの集団になっちゃう。いやいいじゃないですか。うん、今でもネットで言われるんでしょうね。1試合でも負けるとジジイになる。老害軍団。そうそうそう。また叩かれちゃうのかなって、まあ。まあまあでもねお母さんはやっぱね、はい、若い子にね、うん、野球とか勝負とか、うん、そういうことをしっかり教えられる人だから。はい、選手は本当に勉強になると思うよ。そうですね。うん、今の阪神も一皮も二皮も向けた強いチームに。そうそう、こう変わって進化していきそうですよ、ね、阪神はね、やっぱり思考を変えるだけで絶対強くなるから。で今でも強いんだけど、はい、さらに強くなるから。この布陣で言ったら本当に来季優勝もちろんありますよね。胴上げになったらお前みんなポキポキ折れてるんじゃない。肋骨折れた胴上げがちょっと心配になってきますよ、ね、心配になるんだ、はい、お前いいのか、お前